ブレネ成功です。サウスベンド空港から国内線で約30分、飛行機はイリノイ州シカゴオフィア空港に到着。2日前羽田からアメリカ入りした空港です。戻ってきました。ここから数時間ロサンゼルス行きのフライトまで待ちです。このオフィア空港なのですが、ものすごく広い空港なんです。滑走路も確か8本もあります。そして空港内の移動だけでも一苦労です。迷われる方々も多くて、私も10年前の前回の渡米時も含め、何度かこの空港内で道を尋ねられたことがあります。今回の乗り換えまではかなり時間があるため、空港内を徒歩で探検しました。せっかくですので国内線ターミナルの端から端まで歩いてみます。全米の中でもおしゃれな街、音楽の街のイメージのシカゴだけあって、空港内のインテリアも凝っていて、中にいるととても楽しいです。なんとブラキオサウルスの化石が展示されています。とても大きいですね。ジャズの街シカゴ、ストリートピアノがありました。私が目にした時は誰も演奏されてない時間帯でした。空港内で目につくのは赤ちゃん用授乳ボックスが一定距離間に配置されていることです。これだけたくさんあれば安心ですね。こちらはレゴの自販機です。飛行機の待ち時間にレゴで飛行機を作る、なかなかいいですね。こちらはキッズスペースですね。キッズスペースは国内線では1カ所しか見ませんでした。オフェア空港内の地下通路です。この地下通路を見落として道に迷う方が多いイメージがあります。というのは道を尋ねられると大体この地下通路を経由するケースでした。そして地下道がアートなネオンで美しいです。レシプロ戦闘機の展示です。かつてはきっと大空を飛び回り、そして今は空港内で空を見る飛行機です。時代別の空港の展望の写真です。時とともにどんどん増築されていきます。展望の仕方がアメリカ企画ですね。これはすごいの一言につきます。空港内でワンちゃんを連れての移動も OK です。ちゃんとペット用のトイレ兼シェアスペースが完備されていました。これでだいたい端から端まで移動したと思います。この辺りでやっと昼食にしようかなと思いきや、どこもかなり並ぶ様子なので少し時間をずらします。やっと良さげなお店が見つかりました。シカゴの地ビール、グースアイランドの看板に吸い込まれます。店内はおしゃれなレストランバーでした。とりあえず生ビール、グースアイランド。グースアイランドはその名の通りガチョウが目印。生ビールサーバーのハンドルもガチョウの頭の形でした。歩き疲れた体にビールが染み渡ります。フードはピザの本場シカゴなので迷わずピザにしました。美味しくてアメリカンなサイズです。彼はバースタッフのサミー君です。彼の英語の発音がアメリカンじゃなかったので、どこ出身という話になり、彼がアフリカ出身なんだよというので、なんとなくモロッコですかと聞いたら当たりでした。キックボクサーで有名なモロッコご出身のバダハリさんのお話で盛り上がりました。サミー君も腕がというか体格がとてもがっしりされておられます。かっこいいですね。楽しいひとときが過ごせました。この後無事ロサンゼルス行きの飛行機に乗り込みました。ここから約4時間半のフライトです。少し長いです。
次は10年ぶりのロサンゼルス到着のお話の予定です。皆様ありがとうございました。次回もどうぞご覧ください。